このギターをそうですね、使っていろんなレコーディングをしたんですけれども、ある日、そうですね、カリフォルニアに仕事で行ってた時に、ホテルに急にアレンビックさんが娘さんと二人で訪ねてきました。どうやって私の住所を調べたんでしょう、居場所を調べたのかよくわからないんですけども、彼らが来てですね、そしてギターを持ってきたと、君はアレンビックをずっと使ってるそうだけど、私の新しいギターを買わないかと言ってですね、持ってきたんですね。それはもうこれよりもちょっと 1.2 倍ぐらい大きなボディの楽器で、しかもこうポジションマークのこうマークがありますね、このギターのサイドに。ここが LED といって赤く光るよう なんか仕掛けになってました。で、とても魅力的だったんですけれども、やっぱり現状はロングスケールではなかったんで、とても僕が引っこなす感じではなかったので、今にしてみればちょっと惜しかったなと思ったりもしていますけども、そんな楽器の出会いが、ちょっとねありましたけど、ではここでちょっとね弾いてみましょうね。例えばこのギターは非常にこうアルペジオとかがこうクリアで綺麗なんで、なんかそれをこう利用して、アルペジオを弾いても非常にこう粒立ちが良いので、エフェクターね、ディレイであるとか、それからフランジャーとかコーラスとか、そういうのをかけると本当もろに効果が実感できるというね、そんな感じであります。あとこのギターの特徴的だったのは、もともとはこのコマのとこですね、ギターの1弦から6弦までをこう頭のところに乗せる、ここがブラスというですね、金属製だったんですね。そして、このテールピース、ここもですね、ブラス製になってるんですけれども、オリジナルはこの下にも大きなこうブラスの金属製のブロックが入っていて、そこら辺がその、製作者に言わせると、テンションというかサスティーンね、サスティーンが非常にこう良くなるという感じだったんですが、僕はずっと使っているうちに、やっぱりね、こうなんていうか、こう弦を弾いたすぐ後のレスポンスというのが普通のギターとちょっと違いすぎるので、ちょっと使いづらいところがあった。で、結局知り合いのリビアマンに頼んで、この下のブラスを外して、ちょっと固めの木のブロックに変えてもらいました。それと同時に、ここの一番弦を止めるところですけども、これもちょっと下を座繰りを入れて、下げてですね、ちょっとこう弦の
角度にテンションがつくように、してもらいました。そしてここもオイル入りのこう牛骨っていうかな、割ともうレスポールとか普通のギターによく使われているものにして、まあアレンミックの音っていうのはとても変わってるんだけど、それをだんだんちょっと普通のギターの中間の方に持っていこうというね、そんなことを、しましたね。あと後ろをちょっと見てもらうと面白いんですけども、ここにこう4つ穴があります。でこれそれぞれでこのピックアップのボリュームをドライバーで、上げたり下げたり、できるし、でこの真ん中にちょっと小さめの、ピックアップみたいなのがついてますけども、これはピックアップじゃなくて、ハムキャンセラーというやつで、裏側にあるスイッチというかな、つまみをこう、ちっちゃなドライバーで回していくことによって、いわゆるブーっていうハム音、ノイズ、それが消せるようになってるんで、ちょうどだからこうずっと、まあ、いいところに来るとそのブーッととかなくなるというですね、まあそんなようなライブなんかでも非常にこう使いやすくなっていると思います。あと面白いですね、これね、これはまあ、いわゆる5ピンのキャノンケーブルというのになってまして、ちょっと外して聞かしちゃう、聞かしちゃうじゃない、見しちゃうけど、こんな風なね、ちょっと変わった仕組みになってまして、これで直接ギターのアンプに行くんではなくて、そこにちょっと置いてありますけども、マイク専用の、まあ、プリアンプというものに挿してですね、でそこから、こっちのピックアップとこっちの下のピックアップと両方をバラバラに出せるようになっているので、例えばレコーディングの時なんかに、それぞれ別のトラックに入れて違うエフェクトをかけたりとか、まあ、そんな、ことができて、本当にいくら時間があっても足りない、そんな、玉手箱のようなね、ギターですけれども、まあ、ずっと使っていると本当にね、76年からですから、もうこれも随分40年ね、以上使っていることになります。まあ、世の中にヴィンテージギターというのがありますけども、自分が買った新品の楽器が使っている間に自分と共にヴィンテージになってしまうという、こういう、ことがあるんだなと最近感じました。まあそんなふうにしてですね、ちょっと今日はアレンビックの話をしましたけれど、またいわゆるマイギター、別のまた私のコレクションの中から紹介していきたいと思いますので、またその時はよろしくお願いします。渡辺和美でした。さよなら。